体得の子よ、そなたは随分と人を騙すのが得意なようだ。おや、何のことだろうか。私は凡夢ゆえよくわからぬのだが。死者を装う凡人は多くいるが、その逆とは。体得もこれには気づいておらぬか。ふう、どうしたものか。サジ殿、できればその話を皆にしないでほしい。ほう、なぜそう申すのだ。私に期待をかけてくれる者たちに妙な希望を持たせては申し訳ない。この私は紛れもなく愚者、それは変わらぬのだ。うん、ならば今は見逃すとしよう。だがそなたの選ぶのは茨の道よ。共に進む者すべて無傷では済むまい。ああ、ご忠告感謝する。周太殿は私と同じ苦労をしていると聞いた。主君の護衛と酒飲みの世話大変ね。それは違う。え、ごめんなさい、私すっかり勘違いをしていたみたい。いや、主君と酒飲みは同じだ。それは同一人物ということ。そうだ。そう、私よりよっぽど苦労しているのね。龍禅様がそうだったり、父上がそうだったりしたら手に負えない。だが俺が守る。私もあなたの境地に達したい。その迷いのなさ、とても羨ましいから。あなたは淡々と敵を倒すのね。にゃはん、そりゃあお仕事ですから。で、そうおっしゃるあなたは聖斎さん、張飛さんの娘とは思えない冷徹なる戦士にして、やはり張飛さんに似ても似つかぬ美貌。すごい。適当な心のない言葉が泡のように湧いてくる。にゃはん、適当な言葉だからこそいくらでも出せるんです。真実の言葉なんてそう簡単に出せやしませんって。あなたはそういう人。わかった、覚えておく。淡々とそう言われるとそう思われていいのかって気も。でもまあそういう感じなんで、今後ともよろしく。連合軍の精鋭は見事龍禅を救い出した。同じ頃、連合軍本体は派手な動きで異界を攻撃、アレスら神の目を引きつけていた。連合軍は仕上げに腕輪を見つけたとの偽情報を流す。アレス、アテナは目論み通り出陣し、連合軍を取り囲んだ。神の軍勢には趙雲ら職の将もいた。関羽、関銀平、真田幸村たちは意を決して退治する。連合軍の描いた策が今実を結ぼうとしていた。私たちの役目は時間を稼ぐこと。別動隊が腕輪を確保し、龍禅殿を救い出すまで耐えしのがねば。
とはいえ敵の猛攻は凄まじい。すでに周りを囲まれたこの状況でどれだけ持つか。神や腕輪の力、そして超運らの武は確かに侮れぬ。だが必ずや持ちこたえてみせよう。そうでなければ役目を果たしている仲間たちに申し訳が立たない。それに兄上たちのことも絶対に助けなきゃ。何があってもこの作戦成功させないと。どんな状況でも希望を捨てず凛と前を見て戦うか。その強さ本当に眩しいな。私も君たちに習って希望を信じ戦おう。皆の大事な人を取り戻すために。我らの本陣には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレては策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け、そして腕輪を奪い返せ。あいつらの手には余るもの。それが攻め寄せるは我が子らか。ならば拙者が出迎える。兄上たちと戦うなんて。でももう迷っていたらいけないんだ。竜伝様を守ろうとする弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。カンコ、お前の力を見せてみろ。拙者も兄として全力で受け止める。わかりました。軍神の子同士、恥ずかしくない勝負をしましょう。ちゃんと強い実績ですね。そうじゃない人も多いですから。私は父上たちと戦いたいわけです。監督、ここは戦場。敵としては今見えれば刃を交えるのみ。カウントだ。私の覚悟を決めるべきか。お主の忠義しかと見届けた。兄座のおこのことは父に任せよ。父上、どうかお願いします。大丈夫だカンコ、竜伝様は必ず拙者たちがお助けする。知っていたのですか。ならもう案ずることはありません。なんという武勇。聖さんは戦場にいないようだ。今頃どうしているのだろう。伝令、直江兼次様たちが腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できたか。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。はい、竜伝殿の無事を信じ突き進みましょう。急に攻めに転じたか。敵は攻めに出たか。私が迎え撃たねば。ウルカ超運ならばこの関雲長が相手になろう。超運と見て戦うのは辛い。でも立ち向かわなきゃ。カウ殿、銀兵、いざ勝負。超運、それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。私も軍神の子として力いっぱい頑張ります。諸君、さぞや待ちくたびれたであろう。お待ちかねの腕輪はここにあるぞ。超運殿は強い。私このまま負けちゃうのかな。
タオ殿、銀兵殿。でも諦めたくない。趙雲殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。趙雲殿、もう一回お願いします。銀兵、我が娘よ、そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。銀兵、お前まで腕輪を。おふを取るわけにはいかない。け、私が破れては龍禅様が。皆心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。龍禅様、よくぞご無事で。主人の感動の再会、泣けるっす。ってことで確かに送り届けたんで、ドロー。龍禅様さえご無事ならもう神に従う理由はない。どうかこれよりは皆と共に。はい、もちろんです。どうじゃ、よかった。これでもう趙雲殿と戦わなくていいんだ。どうじゃ。腕輪は必ず取り返す。だがペルセウス、まずお前を倒さねば。どうじゃ。アテネの責任か。大したものだ。私を撃たねば気が済まぬか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。どうじゃ。ほう、この状況でさらに兵を出すか。隙のない采配だな。モノノフの意地、今こそ戦場に示さん。皆には迷惑をかけてしまった。私もできる限りのことはしよう。龍禅様、どうかご無理はなさらぬよう。雪村、感服いたします。アテナ殿、なぜそうも憤るのだ。ペルセウスは家族なのだろう。許してあげてほしい。家族、そんなことは関係ない。奴は半人の分際で神を裏切った。罰は受けてもらう。そうか、悲しいな。そういうものか。敵も疲弊しているよ。そろそろとどめを刺してやる。どうじゃ。アレスが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。どういうことか。腕輪は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ龍禅を救出するための技法というところだ。なんと踊らされたということか。ふざけおって。目障りなのだよ。早々にお引き取り願う。これで不本意な戦を強いられることもない。よかったではないか、趙雲。三成様、私に挑む。よかろう、かかってくるがいい。雪村、感服いたします。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。銀兵、よく頑張ったな。妹の活躍、兄として誇らしく思う。大兄上、ありがとうございます。でももっともっと頑張らないと。そうだな、我らの絆見せつけてやろう。腕は取り返せなかったか。まあいい、駒はまだ残っている。腕輪を確保し、仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。龍禅様を救ってくれた恩。
この武器にて返そう。超運、超宝、観光、観策、これからは共に戦うことができるのだな。こんなに喜ばしいことはない。劉備殿、今まで本当にすみませんでした。いくら事情があっても仲間を傷つけるなんて。それに劉禅様を危険にさらしてしまいました。私の力が足りなかったばかりに。ですが劉禅様を救っていただけて安心しました。これからは皆と一緒にいられるのですね。ああ、もちろんだとも。我が子を守るために尽くしてくれたこと、心から感謝する。劉備殿、もったいないお言葉です。仲間たちがまた一つになれたのだな。銀平殿もほっとしただろう。はい、もう兄上たちと戦わなくて済みますから。君は心から家族を思っているんだな。だからあの腕は愛の女神フレイヤに選ばれたんだ。家族愛、なるほど、銀平殿にふさわしい。これで腕輪は5つ、ゼウスの降臨までさらに力を尽くしましょう。信じる者のため、超紫龍、いざ参る。私のなすべきことを。観策、参る。観暗国、勝利のため手を尽くすつもりだ。この情報に全部任せとけって。成功したか。新たな英雄がこの地に現れました。ですがダッキに襲われているようです。ダッキか。狙いは分からぬが、このままでは彼らが危険だ。大変、急いで助けに行かないと。私も行こう。これまで迷惑をかけてきたのだ。少しは役に立たせてくれ。長宝の野郎、頑張ってはいるようだが、まだまだ子供だな。ここら辺で一皮むけてほしいところなのによ。その気持ちわからんでもない。私も将には思うところがある。奴には上に立つ者としての自覚が足りん。うん、我も稲にはより一層の成長を望んでおる。単純な手合わせではもはや不足よ。おお、皆同じ思いのようだな。ならば何らかの手を打たねばなるまい。あなたは凄まじい力を持つ陽子と聞いたが、とてもそんな風には見えないな。ほう、脆弱な人間ごときがわらわを愚弄するか。この九つの王は陽子の中でも上位の証。わらわはこの力でさまざまな災禍をもたらし、戦海をも翻弄したのじゃぞ。ああ、
知っている。だからこそそんな禍々しい存在には見えなくて困っているんだ。あなたがあまりにも美しいから。それは人間に化けた姿のことであろう。あの状態であれば当然のことよ。ようこと見抜かれては障りがある。いや、私が美しいと思うのは今のあなただ。切れ長の澄んだ瞳も、ピンと立つ白銀の耳も、柔らかに揺れる九つの尾も、とても魅力的だよ。本気で言っているようじゃな。長年生きてきたあやかしの藁をこうも戸惑わせるとは、あの恐ろしき人間よ。憧れ続けた英雄が今私の目の前に。それはすごいな。どこにいるんだ。なんと謙虚な方だろうか。まさしくあなたのことです、趙雲殿。私だと。一体どうしてそのようなことに。幼少よりあなたの活躍を伝え聞いています。一騎当選の武勇、揺るぎなき忠義、あなたが登場する数々の物語に胸躍らせてきました。そうか。あなたのような英雄と共に戦える日が来るとは。どうか趙紫竜参る、と一言いただきたい。まあいいが。趙紫竜参る。これでいいのか。ああ、感謝します。あなたと共に文事件参る。寛平、聖斎がいつも鍛錬に付き合わせて悪いな。とんでもない。それは拙者も望むところで。こちらこそいつも観光が世話になっていてすまない。いや、気にしないでくれ。放っておけなくて俺が勝手にいろいろやっちまってるだけだし、お前は下に3人もいるから世話するのも大変だろ。俺でよければいつでも頼ってくれよ。ああ、そうさせてもらおう。しかし皆強いからな。世話というほどの世話は。強いのはまあ認めるけど、お前以外になんかこう天然なところがあるよな。そうなんだ。観光は放っておけばすぐに食事を抜くし、観作は女性に言い寄られても気づかないし、銀平は己の怪力に気づかず物を壊すし、戦場において不安はないが、普段は目を離すと心配で心配で。うんうん、よくわかるぜ。俺も注意して見ておくようにするから、お前もあんまり根を詰めすぎるなよ。そう言ってもらえるとありがたい。趙保、よろしく頼む。てなわけで、俺が天下一のモテ男、最下孫一だ。お近づきの印におごってやるぜ。この通りの向こうにいい店見つけたんだ。ありがとうございます、孫一殿。ところで観作、お前女の子にキャーキャー言われたことあるか。いえ、記憶にはありませんが。意外だな、可愛い顔してんのに。俺なんざ通りに出るだけでほら飛んできた。ほら、あっちからも。ほい、来た。こっちからも歓声が。確かに孫一殿はすごいですね。ん？キャー、観作様って言ってねえか。つかどいつもこいつも観作様って言ってねえか。どうしましたか、孫一殿。
お前気づいてねえのか。気づく？何にでしょう。こいつ天然か。まあいい、あんな声ほっといてとっとと店行くぞ。観察この世界には見たことのないものがたくさんあって楽しいの。これから探検に出かけるのじゃ。ちょっと待てって。何が起こるかわからない世界なんだぞ。一人でうろついたら危ねえって。ホムならばそっちも共に来るのじゃ。え、一人が危ないのであろう。そっちがいれば問題あるまい。情報は頼もしいからの。頼もしい。よし任せとけ。何があっても俺が守ってやる。うむうむ、よろしく頼むぞ情報。ケマロウのケマロウの観光殿、マロと一緒にケマらぬかの。そうですね、うん、そうですね。ではぜひが知れぬの、ケマってくれるのかの。あの話の途中だったのかの。遮ってすまぬの。いえ大丈夫です。大丈夫ではないの。蹴鞠の心は我の心。他人の言葉を遮ってしまうなど今後どうだじゃの。いえ気にしていません。と、またやってしまったの。マロは蹴鞠って修行せねばならぬの。観光殿付き合ってほしいの。はい、蹴鞠が何なのかずっと考えていましたが、私にできることなら。最初からそう聞けばよかったかの。策がなり、連合軍の陣容は厚みを増した。さらに新たな腕輪も獲得する。人間はアレスラ神に一矢報いた形となった。だが喜びに沸く連合軍陣営に再び旧報が飛び込む。新たに異界に現れた英雄がダッキに襲われているという。ダッキはアレスたちと組んでいるのか。彼女の真の狙いとは。さまざまな疑問を抱えながらも連合軍は英雄の救援に向かった。本意ではないとはいえ皆に槍を向けたことは許されない。これからはこの部で役に立たねば。趙雲殿はどこまでも誠実なのだな。それに戦場では熱い闘志を見せる。光明神アポロンが気に入るのも頷けるよ。趙雲殿と一緒に戦えてとっても心強いです。相手がダッキだって神様だって怖くありません。二人とも過分な賛辞だが嬉しく思う。いざ竜となって戦場を駆けん。襲われているというのはあのお二人ですよね。大変、すっかり囲まれてます。一刻の猶予もあるな。急ぎダッキの手から救い出すぞ。ほーら来た、
出しゃばり勇者さんのお出ましよ。じゃあ紹介さん、よろしくね。全員打ちのめせばいいんだよ。失敗しようがない。見事な戦ぶりだ。救援とはありがたい。まさに地獄で仏ですよ。待て、父上の邪魔はさせぬ。ここは引く。こいつら強すぎだ。二人とも無事で何より。さあ我らと共に。いや、まだ長政様とお市様が戦っておられる。お救いせねば。なんと他にも襲われている者がいるのか。急ごう。リッチ、大丈夫か。敵はそれがしに任せて後ろへ。いいえ、リッチは長政様の妻、共に戦います。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。長政様、お市様、高虎、来てくれたのか。そなたのような忠臣を持ってそれがしは過保物だ。感謝します、高虎。あなたこそ浅井家の宝です。無能な人間ほど安い餌に釣られるものだ。今だ、全軍で包囲せよ。ようやく我らの出番ですな。罠にかかった敵を揉んでくれましょうぞ。もしかして囲まれちゃったみたい。罠に入るとは。力を合わせ突破するぞ。あなたの分、お見事です。これまで厳しい鍛錬をしてきたのでしょう。厳しいと思ったことはない。私にはどうしても叶えたい願いがあったから、長い間苦痛を与えられ、力を奪われ、その辛さに比べれば我のセンスとは。素敵、強いお人は好きだぜ。長野里奈、あなたの句はまっすぐですね。そなたの槍こそ勇ましく迷いがない。我らが力を合わせればどんな敵でも貫けよう。宿兵が全部やられたか。くそ、どけどけ。逃がすか。彼は私に任せてくれ。趙雲軍たちは呂布と奪旗を頼む。承知した。調子好きよって。やだやだ、信じられない。紹介さん逃げちゃうの。呂布さん、こうなったら思いっきり暴れちゃって。あの人たちみんなぺちゃんこにしていいわ。言われなくても一人残らず蹴散らしてやる。さらに活躍期待していますね。こんな形状の建物は見たことがない。どういう構造になっている。高虎、今は戦の最中、よそ見をしてはなりません。お市様、お恥ずかしいところをより一層奮戦し、お役に立ってみせます。来い、これを楽しませてみろ。ヘルセウス殿、一人で大丈夫かな。敵将は、ここまでか。うっそー、両者まで負けちゃったの。いや、もうダメかも。ラッキー、お前を守る者はもういない。覚悟せよ。追い詰めたぞ。観念してもらおう。追い詰められたのはどちらだろう。ここまで来ちゃったの。
そんなに私と遊びたいならちょっとだけよ。しかしここはどこなのだ。妙な姿の将兵ばかり。案ずるなってことだ。懸命に戦えば元の世界に戻れる。以前もそうだ。みんなことは初めて。それがしの方こそ混乱しているようだ。この私が負けるなんてもう許してなんて言うと思った。残念でした。私の本当の狙いはペルセウスさんよ。すまぬな、おとなしくしてもらう。はめられたか。これもお役目。悪く思わないでくれよ。よくぞ務めを果たした。さらに励め。翔海さん、名演技だったわよ。さて、目的も果たしたことだし、はい、撤収。ペルセウス殿、守れなかったか。ペルセウスがダッキにさらわれたとは、もしやあのアテナという女神の差し金だろうか。よくわからないんです。どうしてペルセウス殿がいきなり狙われたのか。みすみす仲間を奪われるとは情けない。何としても救い出さねば。そうだな。ダッキの目撃情報を集め、ペルセウスを奪還する計画を立てよう。すまない、我らのせいで大事な仲間が危険な目に。お役に立てず申し訳ございません。いやいや、おことたちのせいじゃないよ。左近も久しぶりに会えたっていうのにごたごたしててすまないね。いえ、俺の軍略発揮できそうな状況で何よりです。これからお世話になる分ぐらいは働きますよ。皆のため戦い続ける。愛する人のために。俺の軍略披露しましょう。己の道を行くだけだ。成功したか。ここをやっと会えて嬉しいわ、四天王寺さん。ダッキみんなを戦わせた甲斐があったみたい。今よ、呂布さん。もうすぐ会えるわね、オロチ様。調べてみたが、オロチの体はすでに消滅している。さすがにこの世界に招かれぬはずだ。ダッキは一体何を狙っている。消えた存在を蘇らせる術でもあるのかな。ペルセウスに聞いてみようと思ったのに、どこへ行ったの。ペルセウス殿はダッキにさらわれました。探していますが行方はまだ分かっていません。もちろん目的も。メギツネ、またしても悪知恵を働かせているか。ダッキとペルセウスの行方も気になるが、一つ妙な歪み方をしている場所がある。近くそこから新たな英雄が現れるかもしれん。アレスたちもそういうのは感じ取れる。先に見つけられたらそっちの仲間になっちゃうかもよ。なんと、情報感謝する。急いで向かおう。将校さんはお強いのですね。そこまでの武芸を
どうやって身につけられたのですか？なんとなくかしら。私の家って古くからの部門なの。だから物心ついた時には弓を持ってたかな。そうだったのですね。私はその部が羨ましいです。強ければもっと長政様のお役に立てたのに。そう？でも一だって強いじゃない。もしかしたら私よりも。私がですか？あなたの長政様への思いはとても強いわ。好きな人のために一生懸命頑張れる、それってすごいことじゃない？ありがとうございます。将校さんにそう言っていただけて勇気が出ました。これからも長政様のために頑張ります。その息よあなたとはいい友達になれそう。これからもよろしくね、イチ。これは格さん、ご孔明は金がね伺ってますよ。有能な軍師とね。どうでしょう、お近づきに一杯。さあ今度のお誘い感謝するよ。妙な気安さと俺に声をかけて平然としている度胸、あんたはただものじゃなさそうだ。いや、むしろクセ者の類がな。ま、褒め言葉と受け取っておきますよ。こう言っちゃなんだが、格さんとは仲良くできそうだ。奇遇だな、俺もそう思ってたところだ。んじゃ、早速首席を手配するとしようか。格さん、お手柔らかにお願いしますよ。それはこっちのセリフだねさて、どうバカしちゃうか楽しみだ。あなたは真偽を貫くため、そして争いのない世のため力を尽くしているそうだな。ああ、だがそれがしの力ではなかなか。今のところはそうありたいと願うだけの男に過ぎぬ。あなたを見ていると劉備殿が重なる。大いなる仁の志を持ちながら、いつも乱世に胸を痛め無力を嘆いて。だがそんな方だからこそ世を変えられると信じている。あなたも同じだ。趙雲殿、そうだな。ただひたすら真偽を、思いを貫こう。たとえ何があったとしても。諸葛亮といえば後世にまで語り継がれる天才軍師。この状況どこまで見通しておいでで。海力乱心を語らずと言います。今私に述べるべき言葉はありません。なるほど、確かに道理じゃ説明がつかないってお話だ。ですが手を打たないわけにはいかんでしょう。そうですね、ならばまずは道理を同じくする者を束ねる。私たちの戦いはそこから始めるべきでしょう。同じ世界の見知った連中を仲間にってことですか？それがおかしなことになってるから困りもんでね。道理が同じ者同士が争うならば、そこには必ず誤解か無理解があるはずです。あるいは何者かに道理を歪められたか。じゃあまずは理解を阻む何かを覗かないと。つまりはあいつらを何とかしないとってことですね。ええ、それが第一手です。左近殿、私たちの知略でこの状況を打開しましょう。
一つ聞かせてください。劉備様は何のために戦っていらっしゃるのですか？そうだな、目の前で苦しむ者を放ってはおけぬ。いつも心にあるのはその思いなのかもしれない。たとえ異世界にあろうとも同じこと。いつか元の場所に戻るとしても、ここで苦しむ者を見て見ぬふりはできぬ。思った通りです。劉備様は長政様と同じお優しくてまっすぐな心をお持ちなのですね。素晴らしい方と出会えてよかった。長政様とものもこれからどうぞよろしくお願いいたします。高虎、おめえ下っ端の身分から取り立ててもらったんだよな。だったらわしと似たようなもんだ。わしも山で虎を追っかけてた時に御大将に抜擢されてよ、そっから親衛隊を任されるようになったんだ。そうか、下級武士同士仲良くするとしよう。そして我らを見出してくれた主のためにこの世界でも忠勤に励み功を挙げるか。ああそうでね、御大将がよくわかんねえ化け物に襲われたとしてもわしが盾になって必ず逃がして。バカ野郎、いきなり何だってんだよ。お前が討ち死にした後主の安全はどうなる。それで忠義を果たしたと思っているのか。最後まで生きて忠義を尽くす道を探せ。おお、確かにおめえの言う通りかもしれねえな。正直そんな器用にやれる自信はねえが、けどちゃんと注意してくれる仲間ってのはいいもんだな。これからよろしく頼むぜ高虎。ああ忠義な男は大歓迎だ。太子爺、あんた孫悟に参じるまでは主に恵まれずに苦労したそうだな。苦労などというつもりはない。俺は俺に与えられた場でただ戦い抜いただけだ。だが結局は孫悟に下った。あんたにそう決断させる何かがあったんだろう。孫作道だ。あの怪談寺と武を交わした時、俺は初めて戦いを楽しいと感じた。そしてこの男のために力を尽くしたいと思ったのだ。そうか、俺にとっての長政様に似ているかもしれんな。俺もあんたと同じく自分の戦場を生き抜いた。だが俺は下級武士、軽んじられることも多かった。そんな中長政様は俺の功を認め取り立ててくれた。俺はその恩に報いたい。お前も真偽に従って生きる男のようだな。俺たちは気が合いそうだ。これからよろしく頼む。聞きたいことがあるんです。まあ大凶さん、どうぞ何なりと。お市様と長政様はとっても仲がいいとお聞きしました。その秘訣を教えてほしいのです。秘訣？互いに思いやり支え合うことでしょうか。でもそんなこと大凶さんはとっくにご存知ですよね。え？どうしてそう思うんですか？孫作様が優しく思いやってくれるから、あなたももっといい妻になって
支えたい。そう考えてきっと私に質問されたんですよね。あなた方はすでに仲睦まじい素敵なご夫婦だと思いますよ。ありがとうございます。なんだか恥ずかしいですけど、そう言ってもらえてすごく嬉しいです。うん、浅井長政、異なる世にもまた仁に似た大志を抱く者がいるか。それがしを、いや、この真偽を表してくれたのか、そなたは。小生はそなたら波動を止めうる大気を支えんとする者。それはありがたい。だがこの状況、今は真偽をどこへ向ければよいのかすら思い悩むことはあるまいよ、浅井長政。そなたが大切にしていることは何かね。大切なこと、それは一の、そして皆の笑顔だ。そうか、皆が幸せに過ごす明日こそ我が真偽の向かう先だ。ならば今はただ賭け、戦わねばなるまい。この混迷たる争いを終え、まずはあるべき世へと戻るために。そうだな、サジ殿、礼を言う。これからもどうか支えてくれ。その青い巻物目立ってるよな。俺もそういうのをしてみれば少しは人の目に留まったりするかもな。俺の手ぬぐいがそんなに気になるか。お前だって腰につけているのに何をブツブツと。それが手ぬぐいだって。どう見たって長くて立派すぎるぞ。手ぬぐいってのはこう額の汗を拭いたり、その辺の手すりの曇りを拭いたりするもんだ。こうささっとな。お前も手ぬぐいに思い入れがあるようだな。いいだろう、後で藤堂家の家訓三尺手ぬぐいについて教えてやる。なんだって、そんなすごそうな家訓を俺に教えてくれるのか。あんた派手だけどいい人だな。連合軍は楽器との激戦を制し、浅井長政らを仲間とした。だがオリンポスの英雄ペルセウスの身柄を奪われてしまう。楽器がペルセウスを奪った理由は不明であった。アレスらの命令なのか、彼女の意思なのか、それともオロチにつながる何かがあるのか。仲間を失い意気消沈する連合軍のもとに新たな英雄が異界に現れたとの報告が届く。連合軍はアレスらに先んじて戦力を増やすべく出陣した。くっ、すでに神の軍勢が。ナタ殿の言う通り、彼らも新たな英雄の存在を嗅ぎつけていたか。ほう、覚えのある旗印よな。猿、世の邪魔をするか。てことは殿もあっちにいそうですな。感動的な再会となればいいんですが。
主と戦うことになるんですね。お辛くはないですか？それともまさか派手に寝返る気か？おっと、誤解しないでください。ひとまず顔を見たいって話です。あのお方は何でも表情に出ちまいますから。うん、随分と理解しているのだな。いい進化を得られて主君は幸せ者だ。まあその分気苦労も多いですがね。さあ、おしゃべりはこの辺にして、新たなお仲間ってやつを救いに行きましょう。敵を率いるはサルか。この戦、余が預かろう。まずは敵のゴツネを蹂躙してくれよ。ソウウン殿、救援に来てくださったのですか？私は自力で抜け出しましたが、まだお二人は。脅威、無事でよかった。残る二人も必ずや救い出してみせよう。どうも嫌な予感がするの。清正、正則、慎重に行くんじゃ。しゃあ、敵将二人、この男福島が下してやるぜ。あのバカ、後ろから敵が来ているか。さっさと終わらせた方がいいな。この知らぬ土地でいきなり囲まれようとは。ややこやかしょ。やすやすと屈伸するぞ。マニ、戦う降伏しない。急がねば、二人は敵の手に落ちてしまう。耐えてくれ、コーチ。さらってかい。敵ならおしっこりしておるぞ。どうしよう。すまん、あとは頼んだ。劉備殿の分に救われるとはありがたいことじゃ。それでから出てこないんだ。意地っぱりな子だね。守ります。私が言って聞かせてあげるよ。一人り世話焼きの奥方がしびれを切らしたか。あの人も悪みはないんでしょうけどね。敵の敵、味方か。油断しちゃったかな。見事な戦ぶりだ。信長様、魔王君とか聞いてないぜ。ウムラの戦、強じよう。強じようとか言いまかんねえけど、怖え。これはあれだ、休憩するだけだから。あ、ユービー、また救ってくれた。我嬉しい。コーチュー殿、義援殿を救い出せてよかった。最後はこの強迫薬が切り開く。このまま逃げるつもりか。流れは変えさせん。我らの目的は果たした。コーチューと義援を連れ撤退するぞ。日は満ちた。猿の角、拝みに行こうぞ。なんと、ありゃ信長様か。相手が誰じゃろうと卑怯せんが、まずいの。秀吉様、落ち着いてください。いざという。さっさと二将を捕らえて終わらすはずが、そう簡単にはいかんかったが、あの力を使わにゃならんかの。
さある。ウヌが信じ、信長が見極めてくれよう。サル世に逆らうか。秀吉様に手出しはさせん。秀吉様、今のうちに撤退を。すまんな水成義経。化けたのは猿の子が。面白い話でもなかろうや。敵は信長殿が食い止めてくれよう。追いつかれぬうちに引くのだ。おお、よくやってくれた。元気っつか。あいつなんだか目立ってて逃げるよな。見た目は確かにそうですが、こちらは先行で注目を集めるとしましょう。様のご苦労も知らずしゃしゃり出られては困ります。その力、信長をもしのぐ。見せてみろ。悪すぎたか。リュービー、来てくれた。おお、義援、またお前に会えて嬉しいぞ。三つ、ウヌの望み、見届けよう。敵将軍たち、取るに足らず。俺は倒したんだ。これで奴らを逃がしては、秀吉様に合わす顔がない。お前がいなければ勝てなかった。よし、礼を言うつもりならコーチーらを捕らえてからにしろ。お前、真三国無双か。はは、上出来じゃ。なかなかに鋭い矢を放つな。小娘にしては筋がいいわ。あなたこそ迫真の弓さばき、お見事ですが、小娘とは失礼です。どうじゃ。あっ、貴様、そろそろまだ良い戦ができそうじゃ。見事な戦組だ。突き立ちいたす。さあ、違いだった。二人を捕らえるのに何を手こずっている。退路を塞がれたか。あやつとの戦いは避けられんな。ほう、水成が腕輪を使いこなしているか。選ばれたのは秀吉ではなくあの者だったのか。うん、女神の登場だな。関東殿、彼女を倒せば大いに目立てましょう。いや、それはそうかもしれんが、さすがに相手が悪い気がするぞ。これで勝ったと思うな。ははぁ、上出来じゃ。逃がさん。
引かせてもらう。いざ。これも流れだ。引く。すまん。一つ取りたい。ベルセウス殿は無事か。何を弱いことを。奴はお前たちがかくまっていたであろう。いや、先日ダッキに連れ去られたが、彼女とお前たちは仲間ではないのか。このまま増やせず引くことになるとは。やれやれ助かった。じゃが聞きたいことが山ほどあるわい。仲間、会えた。嬉しい。なるほど。この年になって、まか不思議なことに巻き込まれたもんじゃわい。救われた恩を返すためにも、元の世界に戻るためにも、今日白薬治癒をもってお役に立ちましょう。我劉備のため頑張る。ああどうかよろしく頼む。それにしても妙ですね。アテナはダッキとは関係がないようでした。我らは一体誰と戦っている。想像以上にややこしい世界だ。殿も楽しそうな格好の割には随分頭を悩ませてるみたいですよ。好感謝。若い者には多く我戦う敵倒す。今日白薬大使をなすまで突き進む。成功したか。この喜び雲上を歩むがごときよ。ゼウスは神々の王、秀吉様は人の王として世を支配する。あのアレスとやらの言葉、本当に信じていらっしゃるのですか。そうじゃな。ま、今一つだけ言えることがあるとすれば、三成、お前はお前の思う通りにせ。秀吉様。戦界と人間どもの抵抗は予想以上に激しい。貴様と秀吉にはもっと力を尽くしてもらわねば。一つ忠告しておく、うん、人をザレ言で操ったつもりかもしれぬが、うん、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされよう。真の王の言うことだ。ありがたく聞いておこう。
父上はなぜ真意を話してくださらぬのか。誰だ。貴様は。報告、ダッキーを発見しました。アテナの軍と争っている模様です。ダッキーとアテナが。やっぱりお二人は手を結んでるわけじゃなかったんですね。ペルセウスさんをめぐって争ってるんでしょうか。可能性は高いと思います。ダッキーとアテナの手から必ずペルセウス殿を救い出さねば。だったら腕輪を持っている人はみんな行った方が良さそうですね。その戦場を地獄とつなげようぞ。戦場を。ミノ殿の弓は見事なもんじゃ。若いのに立派じゃのは。いえ、もったいないお言葉です。それに稲は本田忠勝が娘、もののふの家の者として修練は欠かしておりません。ほう、やはり父君に教わって始めたのかの。初めはそうだったと思います。ですがいつしか弓は稲の生き方そのものとなりました。己の神器を済まし、性を正し、狙いを定める、そういった弓の所作の中にこそ稲が人として尊ぶべき何かがあると思うのです。なるほどな。確かにお主の姿勢も言葉は澄んである。まるで空へと放たれた一矢のようじゃ。まあ、それではいつか落ちてしまうではありませぬか。開脚も持ち合わせるか。なんの稲だな。お主は必ずや何かを射止めようて。それが何かわしにはわからぬがの。甲冑様、ありがとうございます。そのお言葉を胸に、稲はこれからも鍛錬を積んでまいりましょう。その僧、反骨の魂を持っているようだ。我、反骨、違う。我、劉備に忠誠誓った姿で決めつけるな。抗っているのか、義援。その姿でお前を決めつけようとする世界に。我違う。上等。その反骨、俺の魂をも震わせた。お前とならばいい波に乗れるだろう、義援。これからよろしく頼む。熱く。よくわからないが、わかった。お前、仮面、いい。唐突だな。仮面、かっこいい。お前、かっこいい。そうか。お主の仮面もなかなかだ。そうか。我、嬉しい。序書殿のことは序書、いえ、諸葛亮殿からよく聞いていました。あなたに見習うべきことがとても多いと。孔明が。
とても信じられないよ。なぜ俺なんかの話を。あなたは人の意見を聞き、異なる意見を検討することに長けている。皆その姿勢を見習うべきだと。参ったな、買いかぶりすぎだよ。それは俺が単に己に自信がないからで。いえ、自分が有能である、そう思い込んでいては職務を全うできないとも上将はおっしゃっていました。実際お会いしてみれば、なるほど、とても謙虚で思慮深い方ですね。無性に逃げたくなってきたよ。孔明、これは君の罠なのかい。